高橋愛ラボを見てくださってありがとうございます。さてクリスマスコフレが届いたからちょっと紹介しようと思って、見てください。じゃーん、めっちゃかわいい。私あのクリスマスコフレ特集でポール&ジオさん見てはいたんですけど、手元に届いたんです。嬉しいよ。このポーチのすごいところはね、なんとリバーシブルリバーシブルなんです。あ、中に入ってるものを紹介しようかな。じゃーん、これはあれですね、ポール&ジオさんの下地でございます。ここにドラミちゃんがいるの、めっちゃいいサイズじゃない。そしていつもなんだけど、ポール&ジョーって可愛すぎてもったいないんです。使うのがこれ、こっちがチーク、こっちがパウダーですね。チークもまた可愛いんだよな。ほら見てよ、ドラミちゃん、ドラミちゃんがいるの。こんな色なんですって見せたいんですけど、使いたくないだってもったいないだもん。そしてね、このパウダーは見て、ドラ焼きじゃない中にもね、ドラえもんとドラミちゃんがいます。めっちゃかわいい。使えない。そしてこのパッケージもかわいいですよね。このリップ何色でしょうか。見てよ、かわいいでしょ。ナミちゃん、これも使えないやつじゃん。ここにドラえもんがいます。これね、本当は塗ってみせたいんですけど塗れない、可愛すぎて。あ、この方でもね、可愛いんだよ。ほら見て、可愛すぎる。これはリップバームですね。これなんだっけ、これなんかの匂いって、私スプリングさんのYouTube でこれ何の匂いでしょうってやったのにやったのに、なんだっけ、なんだっけ、メロンパンだっけ、メロンパンじゃないよ、なんだっけ、なんかって言ってたのに忘れちゃった。なんかって言ってたのにすいません。でもいい匂いがします。まあよかったらポール&ジョーさんのサイトかスプリングさんの YouTube をご覧くださいすいません、ごめんなさい、知識が。これも超かわいいんですよ、ほら見てよ、リバーシブルになる。これね、もうどんな色かって見せたいんだけど、せっかくだし、悲しいけどいつかは使うから、だからちょっとね、やめようかなと思います。ピンクっていうか赤かな、赤でもないしピンクでもないしっていう色です。っていうのを塗ってみたいです。めっちゃカッサカサ唇カサカサ。結構ピンクですね。塗ったらいいじゃないですか、こんな感じになりました。ブルーだからちょっと透明感が出る感じですかね。なんか青みがかったピンクになるってことかな、多分調節して。あー、ドラえもんがドラえもんじゃなくなってるやん。ドラえもん感じて塗りたいと思います。これから可愛いじゃないですか、ね、せっかくだからちょっと皆さんにと思って見てもらいたいと思ってご紹介させていただきました。あのもうちょっと紹介しようかな。ちゃんとね、ちゃんとしない、ちゃんとこう、ちゃんとしないと。じゃあドラえもん続きで宝箱を紹介します。じゃーん、ワンピース、ワンピースだよ、宝箱だよ。キラッキラです。ワンピースの宝箱が出てきました。こちら、これはパレットですね。これ開けてみると、はあ、キラキラキラそう、このラメが見てください。ここ見えますか、
で鏡がね反射するからちょっと こうだね。これ上のフェルム取りましょう。じゃあ取りまして、これかわいい。このあのクリスマスコフレで紹介した時に触ったんだけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。これこのラメがすごいね、いろんな形のラメが入ってて可愛いんですよ。見えるかな、あんま見えないかな。これがめっちゃ可愛いんです。一見派手かなと思うんですけど、乗せてみるとすごく馴染むんです。乗せてみましょうか。ほらめっちゃ可愛い。あれキラ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 。こうやってねマスクしても目元はねできるから、こうやってキラキラしてテンション上げるっていうね、こうやって下に入れてあげても可愛いと思いますよ。うん、可愛い。キラキラしてて可愛い、可愛い色です。あとね、使いやすいのはこのラメ、これすごい使いやすいと思う。まあちょっとゴールドだから派手に見えるかもしれないけど、でもすごい細かいラメで、こっちはさっきのやつだけどこっちです。こっちは違う方ね、こっちの方すごい細かいキラキラ。こっちこっちの手でやればいいんだ。ほらすごい細かいんですよ、細かいラメ。塩上村さんのラメがすごい大好きで、可愛いし塗りやすいんですよね。あとは何色塗ってみようかな。これとかも使いやすいと思います。あとは無難にこの色、こことここも使いやすいと思うし、ニットとこれとかも合いそう。こことかもね、今日みたいなラブリーな感じの服にはこれとか合いそうだし、これはベーシックでしょ、全部使える。こことかも絶対使えるじゃん。これもね割と使いやすいと思う。これ使ってみる。あ、これ超綺麗だ。これすごい馴染むと思う。あんま見えないかな。これはすごい可愛いと思う。ちょっと大人っぽくって、うん、いやめっちゃいいやん。これは開けるときでもテンション上がりますよ、ね、ここにもミラーがついてるから、これを見てメイクすればいい。結構大きいミラーなんで。おーすごいラメじゃん。これね指で調節とかしていいじゃないですか。うん、あとねリップが入ってます。チョッパーがいる。チョッパーです。めっちゃ使いやすい色。チョコみたいな色です。これ絶対塗りやすいと思う。ここに出してます。こんな感じ、絶対使いやすいやつです。かわいい洋服に合うね。はい、というわけで全部可愛かった。ポール&ジョーとシュウエムラを紹介させていただきました。マスクの期間がまだ続きそうですけど、まあ、目元だったりとかリップ塗ったとしてもちょっとティッシュでオフしてマスクするとか、自分のテンションを上げてあげて日々過ごせたらなと思います。というわけで見てくださってありがとうございました。この動画がいいなと思った方はいいな、この動画がいいな、いいねと思った方はグッドボタンとそしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。高橋愛でした。